こんばんは。ウェザーニュースキャスターの眞家泉です。明日24日金曜日の天気をお伝えします。台風20号は今夜四国付近に上陸する見込みとなっています。その後明日にかけて日本海に抜けていく予想となっています。特に台風に近い中国四国地方や近畿地方では明日の朝にかけて大雨や暴風に警戒が必要です。河川の増水や交通機関への影響に注意をしてください。これまでに雨が続いている九州南部や四国太平洋側、紀伊半島南部や東海地方では続く雨による土砂災害などにも注意をしてください。そして明日は甲信や関東地方で午前中に雨が強まる可能性があります。北陸や北日本も傘の出番となり、特に北海道は夜になると活発な雨雲が流れ込んでくる恐れがあります。北海道はあさってにかけて台風20号もしくは台風から変わった低気圧の影響を受ける恐れがありますので、早めの対策を行うと良さそうです。日中の予想最高気温は30度前後のところが多く、特に日本海側ほど気温が高くなる予想となっています。明日も熱中症にはお気をつけください。また太平洋側、日本海側ともに1日を通して風の強い状態が続きます。沿岸では高波にも注意をしてください。以上、明日24日金曜日の全国の天気をお伝えしました。